この中にデミール家が編纂した禁書があるはず。探してみましょう。この署名から感じるエーテル、間違いないデミール家のものだわ。イレス教で何度か見かけたことがあるもの。早速中を確認してみましょう。容易には異界ボイドより仲間を召喚する者がいる。中でも飛び抜けて召喚能力に長けているのがアトモスと呼ばれる種である。アトモスの巨大な口からは容易が次々と転送されてくるため、鎮圧に当たった聖戦士団は大いに苦しめられた。
我々はアトモスが簡易的なボイドゲートの役割を有していると判断。小型のアトモスを捕らえ、その能力の解明に挑んだ。その結果、アトモスは世界の境界に生じた亀裂、いわゆるボイドクラックを体内に取り込むことでゲートへと拡大させている事実を突き止めた。この時、アトモスが発する特殊なエーテル波長を解析。クリスタルに蓄積されたエーテルをこれに類似する波長に変換するプリズムの生成に成功した。そしてこの特殊なプリズムを組み込んだ人造アトモスとでも呼ぶべき魔法人形を完成させたのである。盲点だったわね。用意を招き寄せるアトモッシュは古くから知られる存在よ。第七霊祭の直前にもエオルゼアの各地域でアトモスの出現が目撃されている。あなたも噂ぐらいは聞いたことがあるのではなくて。それにしても人工的に用意を作ろうだなんて、シャーレアンの賢人に禁書認定されるわけだわ。ともあれ、お目当ての一冊を手に入れることはできたわね。せっかくの機会ですもの。ここにあるすべての本に目を通しておきたいところだけれど、私たちを信頼して閲覧許可を出してくれた哲学者議会を裏切るわけにはいかないわね。今日のところは諦めましょう。
Thank you.